おはようございます。チロチロです。本日はこちらの洗車場の方に来ております。こちらは家の近くのキグナスのスタンドに併設されております。いつも使っております洗車場です。本日は先日アップさせていただきました KF96 シリコーン60時間ベタ付けっていう動画をアップさせていただきましたが、それから1ヶ月経ちましたんで、先日も1ヶ月後の経過っていう形で動画の方をアップさせていただきました。そちらの続きとなっておりまして、その後洗車機、洗車場の方に来まして、洗車機の方にベタ付けで、定着しているボディですとどうなるのかっていう形で洗車機の方に突っ込んでみたいなと今回は思っております。洗車機って普段あんまり使わないんで結構めんどくさいんですけど、特にこのお金を入れるとき結構めんどくさいですね。今回ちょっと財布を出したときに自分のクレジットカードを落としてしまって、結構テンパりましたね。ドアの間隔が結構狭かったんで、どうにかこうにか落としたクレジットカードを拾って再度小銭の方を入れております。ここの洗車場は、土日祝と200円引きって書いてあって、この日は200円引きやったんですけど、非常にありがたいなと思っております。本日はこちらの洗車場の方で水洗車の方を行っていこうかなと思っております。洗車機による水洗車ですね。一応シリコンが効いておりますんで、カーシャンプーを使うよりも水洗車の方がいいのではないかなと思っております。なので早速洗車場の方で洗車を行っていきます。水洗車の場合、洗車機による水洗車の場合はだいたい3分から4分ぐらいですかね。ですんで、ちょっとその間時間がかかりますが、一応携帯の方と GoPro の方で、中からの映像と外からの映像という形で2分割で映像の方を撮っておりますんで、その都度外側の映像と内側の映像を織り交ぜながら映像の方をお届けしていこうかなと思っております。アップさせていただきました、シリコンの方が60時間ベタ付けした後、定着するのか、そしてその後の1ヶ月っていう形でお届けしましたが、その時も検証動画の方で確認しましたが、ある程度シリコンの方が定着化できているっていうボディになりますんで、定着化できているボディですと、こういった感じで洗車の方もできますよという形で今回お届けしております。できれば手洗い洗車の方がいいのではないかなと思いますが、皆さん仕事等で日々忙しいと思いますんで、こういった感じで水洗車できればより楽に洗車ができるんではないかなと思っております。ある程度シリコーンの方が定着してくると、こういった感じで簡単に、この今回の洗車機での水洗車の場合ですと、3分ほどでさーっと洗車の方できますんで、かなりお手頃かなと思っておりますし、今後11月12月となってくるとだんだん寒くなってきますんで、なかなか手洗い洗車っていうのの形で毎回洗車、週1回ずつ洗車するのも結構大変になってき、なってくる時期となっておりますんで、たまにはこういった形で洗車場で水洗車するのもいいのではないかなと思っておりますが、できればそうですね、水洗い洗車、洗車機ではなくって、手洗い洗車の方がよりいいのではないかなと思っておりますが、どうしても
時間がない時にはこういった形でするのもいいのではないかなと思っております。はい、そろそろもう洗車は終わりましたんで、今、風圧っていうんですかね、強い風の方で水分の方をさーっと、今吹き飛ばしてくれておりますが、まあ、シリコンが効いていますとこの風圧の方でもある程度水分の方が飛んでくれますんで、より効果的ではないかなって思っておりますし、もうこの段階ですんでもうそろそろ洗車の方終わりですね。まあ、この後ここの洗車場の場合は吹き上げスペースっていうのがありますんで、まあ、そちらの方でさーっと吹き上げて、洗車の方完成となりますが、まあ、一応この洗車機を出た段階でボディの方をチェックしながらやっていこうかなと思っております。もうしばらくで洗車終わりますね。はい、今洗車の方終わりましたんで、まあ、看板にもあります、吹き上げスペースの方に今移動しております。ここの洗車場は以前まではね、結構無料の吹き上げ用のタオルっていうのが無料貸し出しであったんですけど、最近はそれがなくなって、まあどういった事情なのかわからないんですけどなくなりましたんで、今日はショップタオルとマイクロファイバーの方を持参で、この洗車場の方に来ております。なのでまあ早速今さーっと吹き上げていますが、どうでしょうかね、結構やはり綺麗ではないですかね。ある程度ボディの方にシリコンの方が定着しておりますんで、やはり60時間ベタ付けしただけはありましたね、かなり綺麗ではないかなと思います。結構映り込みに出ますね。今さーっと本当に洗車機に突っ込んだだけで、さーっと今吹き上げただけの状態です。では撥水の方が落ちているのか、撥水能力の方が落ちているのかっていう、どうなのかっていうのをまあちょっと見ていこうかなと思って、まあ今日は噴霧器の方も持参して来ておりますんで、今早速噴霧器の方で水の方をかけております。綺麗に撥水できておりますね。やはり定着しているんではないかなと思います。綺麗にボディの方を綺麗にさーっと洗車すると、綺麗な水玉状に撥水できているのが見えますね。で今スル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 と、まあ少し水を多めにかけてあげると、やはり綺麗に水はけしていますね。やはり前回はちょっと、どうかなって思ってましたが、定着の方が完全ではないのではないかなってちょっと疑問に思っておりましたが、やっぱり綺麗に洗車してあげると綺麗に水玉の方ができてますんで、これは完全に定着できていると言っても言い過ぎではないんではないかなと思っております。どうでしょうかね、まあ、見ておられる方がどう判断されるかというところもあると思いますが、今、水分の方を今いつも使っておりますユニセームの方で吹き上げておりますが、まあ、吹き上げ直後に見られる水垢ウォータースポットの方も確認できないですね。今のところ結構シリコンの方定着してきてくれているんではないかなって思います。吹き上げ直後も綺麗ですし、全くムラもないですね。映り込みも綺麗に映り込んでいるんで、もう十分ではないかなって個人的には思っておりますが、もうこれ1ヶ月経ってますんで、もう完全に定着していると言っても問題ないのではないかなと個人的には思っております。綺麗に映り込んでますね。やはり60時間ベタ付けするっていうのはかなり効果があるんではないかなって今個人的には思っております。結構いいですね。いい感じで映り込んでおりますし、
ほとんど汚れているところは確認できないですね。まあポツポツと見えるのはこれ傷と、あとは飛び石によるまあ塗装剥がれの部分ですね。まあどうしてもこの嫁さんの車は14万キロ走っている車ですんで、かなり状態の方が良くありませんが、まあ良くない状態でもシリコンが定着してくれるとこんな感じで今綺麗に撥水できておりますね。完全にまん丸の水玉になっていると思いますんで、いいのではないかなって思います。綺麗に水玉になってますね。で、まあ再度ちょっと多めに水かけておりますが、やはり水はけもいいですね。これ1ヶ月経ってますからね、かなりいい感じではないですかね。綺麗に水はけしてくれてますし、まあこんだけ撥水してくれれば、まあやはり汚れにくくなりますし、ボディの上に乗った砂等も雨で結構流してくれますんで、まあ雨洗車の方も実現できるんではないかなと思っております。ちなみにまあ僕のミニクーパー、僕の愛車のミニクーパーの方は洗車機の方に突っ込んだりはしませんが、どうしても多少の傷っていうリスクは出てきます。でまあシリコンが定着していても多少なりやはりあの洗車機の状態がわからないんで何とも言えないんでしょう、何とも言えませんが、まあどうしても洗車機のそのブラシのところですかね、あの状態がまあどういった感じでメンテナンスされているのかっていうのは僕はわからないんで、あまり洗車機のは信用していませんので、愛車の方は絶対に突っ込まないですけど、まあ今回は嫁さんの車での検証となりますんで、まあ普段から嫁さんは洗車機の方に突っ込んでおりますんで、まあ今回も一度突っ込んでみましたが、結構いい効果が出ているんではないかなと思いますね。これ本当に洗車機突っ込んで3分ぐらいの洗車でこれだけ綺麗になればかなり優秀ではないかなと思います。今までまあ2回にわたって60時間のベタ付けの検証の方を行ってきましたが、まあこれからシリコンの方を始めたいなって思っている方は、一度この60時間ベタ付けっていうのを一度試してから始められるのがいいのではないかなと思っております。まあただ本当に60時間つけるだけの話なんで、これだけのシリコンのパワーを手に入れることができるんではないかなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。